また12位だ。あれなんか怒られてない今日。嬉しいよね。高いしょ。嬉しいっすマジで。前のマリカゼが早いからさ、結局打開してもさ、上がっても注意帯なんだよねそこは。まあ12位よりマシ。あー論気だ。最高だね。なんか嫌な予感するな。でも頑張ろう。フラグ立てるなよ丁寧に。うわうわもう本当に途中フリー音声みたいになってたもん。アベレージさん今度僕と組みましょうか。リスメさん信じていいですか。もちろん裏切らない。ガンジーや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 。前から別は攻撃しないでおくね。私も攻撃はいたしません。ガンジー1位潰せるよ俺。ああ、ないや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 ガンジー追いついちゃう。大丈夫ですよ。遅いんやけど前にちょっと。はいはいはい、みんなもうもうやあすっげえ始まったよ始まったよネロちゃん。イヤホンが長いからって間に合うでしょ。違くない。途中で止めるのが一番きついんだからマジで。トイレをトイレ途中で止めるのが一番きつい。本当にもう1年に2回あるかないかぐらいの途中で止めることなんて1年に一度もないから。たまにあるやん。やばいやばいやばいみたいな超緊急あるないよ。緊急時ない配信で配信とかじゃなくてどんな場面でもトイレが最優先でしょ。あそうなんだ。え俺もうあの外でしてないそれ。ピンポンとかピンポンとか来た時とか。ああまあ確かに緊急停止だ。いやしかもピンポン来るイベントないな僕。一人暮らししたらトイレとか中でやめることあるかもしれない。いやもうそれはもう諦めるよ受け取る。でも諦めきれないものもあるじゃん。絶対受け取らなきゃいけない。そう明日必要なものみたいな。うんうん、でも今受け取れないと思うし。ああちょっと待ってもらおうそれは。でもトイレしてるから もらえないの。待ってもらえないのよ。でもこうグッて我慢していってで、うん、荷物受け取ってる最中に力いるんでこうズボンが染まっちゃったらどうします。どうします。レア系やな。相当なレア系。なかなか起きない。ああもう何事もない顔しても窓1個ドア1個分半個分ぐらいであの対応するしかないよねもうね。もうとりあえず、ね、顔だけ出して、うん、手だけ出してね、うん、もう下履いてないみたいな。それしかねえな。すまし顔でするか。そう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 。あおお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 ラスピオン食らめて食らめて食らめて。ああいやごめんごめん言われたら吐いちゃうよ。言われたら大丈夫あのゲンさんしかいなかったからそこ。ゲンさんしか言われたら吐いちゃうよってよ。なんかされるかと思ったもん今。ゲンさんどうして？呼ばれたつからこいつらもう全員食って散らそう。やっちゃえやっちゃえ皆さん。危ねえ危ねえ皆さん危ねえ危ねえ。怖いわ怖い。何？僕のプロデューサーはあれ？もうなんだ？ごめんって。全員破壊してくれること。ペン君ごめん。いやいやいやそれ投げんかったよ。よしこれあげる。ラップ？嘘かえた。もうまた12位だ。阿部ちゃん。阿部ちゃんなんか怒られてない今日。すげえ怒られてる。阿部ちゃん。怒られてる。途中で誰かわかんないけどミドさんで空中でタックルされた。ゲンさんじゃない多分。ゲンさんか。いつ？最後記憶すらない。いつって最後のぐらいでしょ。最後のタックルが覚えてねえからな。タックルどころか普通にまっすぐ走ってましたよ。なじゃいやゲンさんのまっすぐは幅寄せしてるんですって聞くから。無意識に。だってゲンさんの見どころ2個だったもんな。回ってるやつ。二度さんが一個消してた。そう一個なくなったから。それがマシです。被害者になるよ。多分どうしたんだ今日マジで。3週目になった瞬間にもうみんなにケツ殴られるんだよ。いやマジで俺もよくあるよ今日。ここからされてるわ。打開しよう。苦しいよね。打開しよう。苦しいっすマジで。でも打開しようとするじゃん。うん。前のマリカゼが早いからさ結局打開してもさ、うん、上がっても注意帯なんだよねそこは。まあ12位よりマシ。確かにな。確かにな。それはそう。目指せ6位戦は。
12を取らない立ち回りね。なるほどね。何マリカ勢の邪魔を避けたやつが勝つが、なんかもう、なんでなんだっけ、そういうなんか、うん、なんちゃら競争みたいなのあるじゃん。競争？障害物競争？障害物競争なのよ。俺ら障害物競争。俺ら障害物競争。俺たちも障害物。みんななんだろうと思って言われても、えってなってる今。うん、でも障害物競争って聞いたらちょっとわからん、あの伊豆の後ろ走ってるともう障害物を後ろに送っといた。障害物が痛い。アイテム取るときは真ん中か、取らんときは右、なん爆速じゃん。ペーサー、あペーサーじゃない、やこれね、そうなんですよ、計算しました。計算した。大阪対走りするから激肩走り。ここや、ゆりこ様かわいいでございます。ああ、優しくない。あ、優しくない。刺激がバウンドしてる。あ、ごめんペンちゃん、あー、ロンキだ、最高だね。何何何何、3位か、なんか嫌な予感するな、でも頑張ろう。大丈夫、アベレージ前が俺から、前が俺から大丈夫だよ。フラグ立てるなよ、丁寧に。逆だったのよって聞いたな。もうなんか、ちょっとナイさんだー、ほんと丁寧に走るだけ。さあさあ、僕の方が先てか、ちょっと何何何、かっこいいのぐらいだったら覚えて。僕のアイテム取ったな、スピノさんがまた。あ、そう、ペンちゃん急に大声出さないで。皆さんですよ、これ。大声出し慣れてなさそうな感じ。レオみたいだったな。はい、待って待って。危ない危ない。この木が強い。うわー、ボムがある。危ねえ。うわー、ボムがある。ナンバルね。前に投げたら不定だ。ごめんね、うわもう最悪。ごめんね、危ないね。せめて誰か、誰かやって。あ、もう抜かされた。6位か。最高な展開だった。あ、もう全部終わりだ。前前前、最下位までいったの。前前前前、ふざけたボム起き上がってよ。あのせいでプテが死んだぞ。ナスピノさん上手かったけどな、ごめんね、潰してしまって。最悪です。煽ってるやつ、煽ってる。いやいや、煽言うようになったな、ニセメさんも。いや、ナイスファイトっていうことだけは言いたかった。なるほど、僕が赤持ってたんかな、さも申し訳ない。いや、完全に誰ですか、キノコで、キノコ取った人。僕のテレサで。俺もテレサで。いや、僕はテレサで取ったけど。あなたですか。それは攻撃じゃなくてランダムじゃん、別に。白い髪の人はもう全員的なんだもん。恋じゃないじゃん。いや、ちょっと、ナツピョン、仲直りしようよ。俺ら、なあ、買い争いしてる場合じゃないよな。そうだよ。うん、10位と11位が。リンさん、また地獄なとこ来たな。リンさんって、本当に結構、染まってますよね、このマリカに。だいぶ。ミーが目ギンギンだもんね。そう。そんなことないですよ。阿部ちゃん、ここは一旦手を組もう。いや、本当に手組もう。うん。マジで、わ、悪魔の笑いが今聞こえた。悪魔みたいな、すごい悪魔のような笑い、英雄みたいな笑いが。何に笑ってんのか分かんないけど、急に悪魔の笑いが聞こえてる。リンゴさんいないから、リンゴさんいないから隠れただけだった。あ、そう、リンゴさんいないから急に。そうそう、自分でそれを言う。危ない。ハトさんが投げると信じて僕前出るで。何が、いや、何もない、前出れてない。出れてない。車に轢かれたもん、ほんま。車に轢かれた。車に轢かれたから。フランス人。なぜペンちゃんがこんな甘すぎにやめられてる。フランス人じゃないわな。娘さんね、かわいい。怖い怖い。アベレージぐらいで舐めてる。ペンちゃんガンガーか前投げる。そら、畑さん許してくれなかったし。クラ持ってんだからさ、すごい、全然1位逃がさない。これいいね、逃がさない。ほらなあ、ニスメキ俺にも喧嘩おんねんな。と、いやいやいや、味方いないぞ今もう。あぶれ、見ましょう。ウーティー早くしましょうよ、皆さん。ちょっとあー、テレサ気持ち悪くない。あー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 、ゲーサー幅寄せくら。ナイス、ひどい。うわあ、ニセペン本当にうんこまき散らしちゃうくらや。やばいだろ。汚ねえ。散らしちゃう。やったこと以上のことやる。なんで俺だねんそれ。うわあ。うわあ。おい、なつか、お前。おい、こっち。お前。うわあ。うわあ。うわあ。マジの障害物やんけお前。うわあ。やめて、フミやめて。いやいや、マジで。いかがっ。うわあ。うわあ。
俺らは逃げよう。阿部ちゃんがもうこう。俺らは逃げようとか言って、どうせ裏にボムとかやるもん。もう何もないよ。テレさんに取られたよ。もうなんで後ろに投げてんのずっと。コインしかない、コインしかない、コインしかない。ちなみに僕ら赤です。あ、じゃあ言ってください。嘘ついて取った位置。もう本当に。耐えた耐えた耐えた。ダメだね。終わってます。終わってます。途中フリー音声みたいになったもん。どういうこと？効果音なもんね。効果音なもんみたいな。うわあ、うわあ、うわあ。ちょっとよ、ナツピオン攻撃しないって言ったのにさ。ごめん。もう左にハンドルグイー聞いてきたもん。ダスボがあったからね。うん。元は？本当は本当にあのアイテム取りに行ったらやめちゃ引いちゃった。かわいそうだな。本当だったら仕方ないよね。うん。本当かよ。あれまああの白い紙だから引いちゃえと思ったらあのアベレージの方だったわ。やかましいな。アベレージさん今度僕と組みましょうなら。アベレージお前そいつだけでも組むなマジで。そことだけは組んだらまずいぞ。ニスメさん信じていいですか。もちろん僕は裏切られないと裏切らないとガンジーいるやんガンジーガンジー無抵抗主義です。名前から抵抗しないよって、うん、ペン君は裏切るしペン君の組んでることでヘイト買うよ、うん、どういう意味。何ガンジーはだって人と組んだりしないでしょ。確かにじゃあもう誰でも組みません。もう踊りの走りに集中します。攻撃もしない。に集中した結果、あ、やばい。これさ、ここのコインさ、ヨッシーの勝ついてんじゃん。めちゃくちゃいい顔してないこれ。今見たけど。本当だ。何の妨害それは。あ、今サボタージュやったんや。サボタージュじゃない。これで全員止まらねえ。バナさん行きましたよ。大事に使ってください。あ、コイン可愛いっつってね。俺は赤目が許さん許せないからここでバナさんを展開するぜ。あー、伊豆さん。誰か止めてやろう。名前呼ぶな。うまいニセペンさん。うまいでしょ。今僕もびっくりしましたよね自分で。皆さんから自分でびっくりした。自己肯定感いいな。怖え。争いは何も見ません。もうクラクション使わなくなって。あミスった。ああ。待って後ろがとんでもないやついる。どういうことよ。後ろとんでもないやついる。トゲニセペンさん何やってんだよマジで。ああ終わりだ。トゲ食らいながら後ろ見てバックしてた今。終わりだ人生。あーごめん4位で赤さんもらっちゃった。すごいよがすごいよ。みなちゃん私がありがとうございます。座ってきていただきます。やめてー。阿部ちゃん攻撃しないでおくね。ありがとうございます。強すぎ。私も攻撃はいたしません。このままみんなでガンジだ。丁寧にいきましょう。ガンジ1位潰せるよ俺。いやいいんです。やめ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 。絶対ない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 。ナイス。あ痛い。大丈夫ですか。あガチ追いついちゃう。ガチ追いついちゃう。大丈夫ですよ。ガチ頑張って。ガチコイン何枚。あやコインは10枚です。あオッケー。ちょっと遅いんだけど前にちょっと、はいはい、ちょ遅いんだよこいつ。遅いよ前に。ダメだ。あーああ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 あみんなナイスポーズ。やっとけやっとけよ。あとお願いします。うわひど無理だった。お願いします。うわー完全に終わった。もうあー落ちた途中で。見せてんじゃねえかよ。危ねー。僕じゃない。ちょっともうもういやいやいや食べたちょっとまあ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 ガンジーガンジーガンジー僕無実やのに。お前らさかすりつけられてんけど。これもうガンジーがこれもうガンジーも助走つけて殴るよ。たびたび聞いたら聞いたことある。今のはあれよな、ガンジーの走りが遅かったからナツピョンが前に出れずに結局後ろが詰まってたから、ね、そうなんだよ。後ろのそう早く行けよ。ゴン詰まりだったよガンジーが悪いな。そういやねお前ら。ガンジーもうちょっと早く走ってくれないと。うん、のんびりしてたからね、多分一。ガンジーあれビリなんだ。ビリです。最後のアイテム前ぐらいなんか超前にいたの。もうっていう言葉しか聞いてないもん、ね。あそこからビリなの。最後の最後でナツピョンごめーんとか言いながら投げてる。ナツピョン前行かなきゃいけないから。そうそうそう。TA が足りねえな。
悟った。大体でも結論それだよな。うん、いやそうなんだよね。結局総力で追いつかれるからケツするんだよな。もっとインをつかなきゃダメか。インをね。インをね。そう。やっぱインのものとして。あの夏希の的にはあそこインついてなかった僕。いや、うん、インが足りなかったね。あべ、後そこが消えた。もう消えました。あごめん。インしてる人いるな。なんかインって言ってたね。インしてる人。インってたね今ね。インしてみる。インしてみる。7日間のデスゲーム。遅いね。7日間のデスゲーム。なんで今の手が遅かったんです。ふってお前。違います。ケツ汚ねんだよマジで。くだらされました。来ないよ。ケツ汚いって。やめたし。すげえよマジで。夏美のトポンズ、頑張ってよ、ケルちゃんよ。あ、やめてー。あ、何すんの。おい、引くなよ、ボケガスやろな。復讐じゃい。何時が。ミサ受けるって、ミサ受ける。投げてくるな、赤コーラ。誰や、赤コーラ投げたの、ほんとに。頼むよ。いや、下った、下った。ちょっと赤ー。失礼しますよ。おー、いいの、引いた。ペンキする。ほんとにいいのかな、ペンキする。ほんとにいいのかな、ペンキする。ねー。いや、僕はへこたれない。もういや、もうへこたれない。その緑だ。もう。もう、やめて。夏目、そうか。見た。早いな。やばい。待って、焦げは受けます。早めに使ってやる。まだ上がる。テレサが、テレサ緑値がやばい。テレサ緑値がやばい。危ない。危ない。いやー、これすか。うわー。焦げとか終わってるんだけど、これ。もうなんで赤投げ取るかじゃないですよ、リンさん。うわやばいってそれ。これワンちゃん猫ちゃんか。リンさんありがとうございます、本当に。あぶねえ。お前早すぎて。まあ。ひら終わっちまったな。上ルートだったか、今のは。死んだ。金がね。金がすべてですよ。金がないと何も買えないからね、こんなとこ来て。確かにね。ボールに来てもね。伊豆さんに9億円ぐらい取られたんだけど。だいぶだね。短金。そんな物価高いのマリオカート。短金前のやつね。あのデカさの金とかは高そうだ。ね。なんかでもその動画出してる人いなかったっけこの中に。え？あそういえばね。お。なんかデータ出してるって言ったよね。いた気がするんだよな。マリオカートの金はコインはいくらみたいな。えマジ？そんなやつ出してる人いるんや。誰だろう。何ペンさん。あ、僕のか。なんで？なんで？なんで忘れてる自分が。素なのそれ。そんなあったあ、そうなんですよ。コインの価値割り出したんですよね。割り出した。思い出したいからね。え、いくらだったっすかで。なんか20円ぐらいやった気がする。安い。後で確認するからな。絶対何も覚えてないやつやんもう。結構安かった。確かにでもロゼッタの身長が190センチやけ。でこ。じゃ2メーターか。真っ白でけえな。クソ高いらしいんだよ。それでこのコインを比較したら割り出せそう。なるほど。え？どういうこと？なんだよ。ちょっとは分かれよ。なんで敵になっちゃった。そうだよ。なんで敵になったんだ今。通っていいでしょ。自分が投げられるの思う人は通っていいよ。赤。お前投げられる側とか出せるやん。うわぁ、やばい、もう一個あるんだね。リンさんに行こうと。俺に当たってんだ。ごめん。どうぞ、兄貴。兄貴。あ、食べたー。ナイス。前には赤、後ろには緑が。お前が死ぬぞ、プテアシ。お前俺の名前を呼んだということは。あ、ブーメン。残念、テルサでーす。ニセペンブーメン。終わってるってあれ。レイヤーさんおらんだったから僕に当てられる。早い、総力が。ここでは入れなさそうだよな。ちなみに俺もズル回避ね、これ。ズル回避入れた。ズル回避。これいいよ。これいいよ。やばい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 。危ねえ。なんで伊豆さん食らってんだ、あれ、ボム。はぁ。ちょっとよけたよ。おいおい、そんななんだ、臭いって。そんなことする必要あるくていい。ねえ、なんで。たまたま。いやー、嘘やけえな。ゆずくれたら投げる。ゆずくれたら投げる。いやいや、ゆずた。絶対嘘だよ、あれ。伊豆さんやないかい。しかも俺より行きそうだし、マジでこれはね、受けてよろしいやつ。はぁ、なんでマックスなしたの今。あーもう最悪。ハタさん、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 もう遅いわ。ちょっと構えで終わんねえかな。終わんねえか。うわ、もう邪魔すぎ。まあまあいいでしょ。なんでキラーでここまで上がるねん、これ。まあまあ、2000点差きますと。
もう最悪や。夏病さん1回下してる。最悪や。え、もうペンさんに騙されたやつめっちゃ面白い。いやいや、なんだこれ。多分ペンさんの後ろが赤さんだったしな、なんなら赤に変わる。あ、そうなんや。悪ペンさん。また11位だ。いやいやいや、反省的なだけですよ。安定してるね、安倍ちゃん。もうやだ。独裁者11位なんや。独裁者。名前変えたあげく。ダメでした。